上尾市では平成30年3月に上尾市手話言語条例を制定しました。現在手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び普及に取り組んでおります。手話は聴覚障害者にとって大切なコミュニケーション手段です。皆さんもおはよう、ありがとうなど手話を覚えて、ぜひ挑戦してみましょう。